フリーの笠井慎介アナウンサー、59、が3日、自身のインスタグラムを更新。テレビ東京の元アナウンサーで同局社員の妻、志原真澄さん、57、との32回目の結婚記念日のディナーを楽しんだことを報告した、写真。妻、真澄さんから送られた猫のピンバッジ、インスタから、昨日は32回目の結婚記念日でした参加は2人、と真澄さんとの2ショット写真を掲載、毎年6月2日はお祝いをするようにしているのですが、3人の子供たちと一緒に、5人家族全員でお祝いの外食に出ることが多かったので、さらに癌やコロナで外での食事をすることを控えていたので、2人での食事は本当に久しぶりでした。昨日は32年前に結婚式を挙げたホテルでの食事と、結婚式を挙げたホテルで、久々の2人での食事を楽しんだことを明かした。結婚20年を過ぎた頃からでしょうか、妻が、もう別にいいわよ、金もったいないし、というようになりました。男ってそういう時もっけの幸いと思って、そう。それならいいか、ってなっちゃうんですよね。それである年やらなかったら妻がとても残念そうな雰囲気だったので遠慮してるのかも、その時初めて気づきました。もっと深く考察すれば、やらなくてもいいよ、と言ったらどうするか、私の反応を見ているのかもしれない、と考えるようになりました、と解雇、それから毎年のように、やることないわよ、と言われながらも、まあそう言わずにやろうよ、と言ってここまで来ました、と綴った。丸、真澄さんのブログでも当日の様子をアップしているとし、何より私は忘れていたのです。結婚記念日を目標に闘病生活を送っていたことをそうだったなぁと、としみじみ、私の目標は、1、三男の誕生日の5月1日前に退院したい、2、結婚30年の記念日6月2日を家に迎えたい、3、東京オリンピックの仕事に関わりたい。その年の4月30日に退院したので1番と2番は叶いました。オリンピックは1年延期になったので、オリパラの東京都のイベントの司会をすることができました。本当に先生や看護師さんや皆さんのおかげです、と記した。悪性リンパ腫の闘病を経て、元気になると闘病していた頃の貴重な思いも一部忘れてしまうことがあります。妻からはしばしば、あの入院は何だったの?しっかり考えた方がいい、と叱られることがあります。と笠井アナ。夫婦でブログをやってるってちょっと面白いです。なかなか会話では出てこない妻の思いも知ることができて、それを夫だけでなく、見知らぬ方たちと共有するということですから、気づきを与えてくれるという意味では本当にありがたいです、とした。